はいどうも料理の兄さんリセスということですね。今回ね、皆さん大好きな唐揚げですね。唐揚げが食べたい。僕唐揚げのレシピいっぱいあるんですよ。いっぱいあるんです。ちょっと変わった唐揚げが食べたいなと思って、今回はですね、変わっているんだけども絶妙にうまいベビー唐揚げ。ベビーっていうのは何かって言ったらこれですね。はい、ベビーサラダですね。サクサクしててですね、味もついてるんで衣にすごく最適なんですよ。普段は片栗粉だけだと思うんですけども、ベビースターラーメンを衣に使うことによってもうさらにザクザクめちゃめちゃうまいので作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。鶏肉からやっていきましょう。鶏肉、鶏もも肉です。今回 300g ぐらいのもも肉になるんですけども、切り分けていきます。何等分かな、10等分ぐらいかな、小さめ一口大。こんな感じですかね。ポン酢醤油です、大さじ2。お塩、これね小さじ1/4。はい、お塩ちょっと入れます。はい、これ半かけ分入れます。これ、ね、一瞬でするんだよね、やめらんねえぜこれ。こんな感じで揉み込みながら、ニンニクが全体に行かれたようにもみもみ。この状態で常温で30分ほど寝かして味を入れていきます。肉の内部まで火を入れなきゃいけないので、肉は常温にしておいた方が均等にね、火が通ります。はい、ということでですね、今回衣に使いますので、ちょっと粉々に砕いていきたいと思いますね。粉々に砕いていこうと思います。ガンガンね、砕いていきましょう。こうすることによって粉々になったねベビースターっていうのが、ね、すごくねザクザクの食感を生み出しますので、このベビースターの衣、これがポイントでございます。そこに片栗粉大さじ3杯を加えて混ぜ混ぜしていきます。ベビースターの衣を作っていくんですね。こんな感じでございます。はい、それではですね、鶏肉が常温で30分浸かりましたので、これから揚げていきたいと思います。揚げるのにはまずですね、まずちっちゃめのフライパン、はい、これにですね大体1センチぐらい衣、ここにコツがあるんですよ。こうやって押し付けるように衣をつけてあげてください。こうするとベビースターががっつりつきますのでね、押し付けながらやると非常にいい感じになります。全体に衣をまぶしていきます。こんな感じでね、中火で揚げていきます。漬け込んだポン酢とベビースターラーメンの香ばしい香りがね漂ってくるんですね。この香ばしい香りで伸びます。順次ひっくり返していきます。唐揚げやるときによく言われるんですけども、二度揚げしなくていいですかっていうふうに言われるんですが、今回はですね常温で小さな一口大に使っていますので、二度揚げは必要ありません。余熱で火を通せば中の火が通りますので、もう少しね大きい唐揚げを作るんであれば二度揚げも必要かもしれないんですけども、はい、そうしましたらですね、まあこれ入れた順番もあるんですけども、あげちゃって大丈夫です。はい、で、これね、キッチンペーパーに取ってあげると、油が落ちますんでね、どんどん揚げていきましょう。油ちょっと切っていただいて、でどんどんこっちに。ここで少し休ませるとまたここで火が通りますんでね。はい、で、こっちのね、柴犬色になるまでね、揚げていきましょうね。はい。でね、すぐ盛らないで少しね休ませるのがコツです。そうすると、このバットの中でもですね中に火が通っていきますんで、ね、はい、それではですね、揚げてから2、3分休ませました。はい、これを盛り付けていきます。はい、まああった方がいいかな。これレモンね添えてあげてください。ベビースターラーメン作るベビーカラー完成でございます。はい、それではですね、食べていきたいと思います。いただきます。いただきます。めっちゃカラッと揚がってて、ベビースターラーメンがもうまとってますね。マジでうまいと思うわ、これ。特別な衣を使って揚げたような。
ね、衣がザクザクなんよ、これ。レモン。レモンで少し絞ってあげることによって。これはハイボールだ。マジでうまい。このさ、ザクザク感ってなかなかできないよな。これ本当に美味しいです。僕はね、基本的に片栗粉しか使わないんですけども、それだけの衣ではね、このね、食感はね、再現できないんです。冷めてもベビースターラーメンがザクザクいってうまいんですよね。つけだれ、まあ、ポン酢醤油とお塩、あとニンニク、これはね、本当にベビースターの衣で揚げるように味を調整したものなんで、たまらん。もちろんね、ご飯とかにも合うんですけども、おそらくこれは他の僕の唐揚げレシピに比べてお酒に合うっていうところが強いかなっていうふうに思います。こんなにベビースターって唐揚げに合うんだっていうのを本当に実感できるレシピになってると思います。これ病みつきになりますよ。はい、ではですね、今回の動画いかがでしたでしょうか。今回はですね、このベビースターラーメンね、うん、ノーダウンは僕なんかね、これでね、ハイボール5杯はいけます。はい、つまみでも、いける。そして料理も使える。こんなベビースター、皆さん食いたくなったんじゃないでしょうか。食いたくなった方はですね、ぜひぜひですね、なんだ、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。